ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はですね、ゴールデンウィーク福袋、まあ、徳袋の中に入っています新英傑石田三成につきましてですね、ダメージ検証の方をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは簡単にですね、ステータスの方から見ていきたいと思います。こちらですね、今イベントでコスト3になってるんですけど、石田三成陰陽師の陰陽道になります。まあ、コストは7ですね。そしてステータスの方がですね、信頼度レベル20の状態で生命の方が34000、そして気合の方がですね2703ということでですね、まあ、こちらはですね最近出てきている英傑の中ではですね至って普通なんじゃないかなと思います。そして他のステータスなんですけど、もうパッと見ですね、まあ、知力と魅力が高いですね。もう知力の方が2893、そして魅力の方が2997ということでですね、こちらはですね全英傑どちらも第5位となっております。またですね、属性の方もですねオール2200オーバーと、まあ、土属性だけが少し高いんですけど、まあ、属性の方もですね平均より高い数値となっております。そして過信トレイン育成技能の方が3つですね。1つ目が知力上昇レベル5、2つ目が知力上昇率向上レベル3、そして3つ目がですね魅力上昇レベル1ということでですね、まあ、過信トレインで知力上げたい場合はですね結構使えるんじゃないかなと思います。そして英傑人法因子の方が3つですね。1つ目が陰陽道、そして限界突破2まで上げるとですね根性が出てですね信頼度レベル20まで上げると迷信ということになりますので、まあ知力と魅力が高くて、まあ属性も平均以上ありますので、まあ陰陽で英傑人法組まれている方はですね、まあ使いどころあるんじゃないかなと思います。そして気になる固有技能の方がですね台風の策ということで、必要気合の方が4140、こちらはですね最大気合の 20% となっております。なのでまあそんなにガス欠の心配とかはないんじゃないかなと思います。そして必要アイテムはなしということになりますので、まあ家臣で作った場合はですね何装備させてもいいんですけど、まあ陰陽師なんで妖刀になりますね。そして内容の方がですね、生命力と場のすべての風属性を消費し、単体と全体に風属性術攻撃、残り生命力に応じ威力増、物理術耐性低下ということになりますので、もう典型的な術アタッカーですね。ただですね、まあ生命力を消費しながらですね、まあ、プラスまあ場のすべての風属性も消費してですね、まあ、単体と全体にまあ術攻撃をするということになりますので、まあ、ちょっとデメリットがある分ですね、まあ、ダメージはですね、まあ、最近のですね小松姫とか竹中半兵衛とかですね、まあ、あの全体プラス術ダメージのアタッカーよりダメージは出そうな説明ですよね。プラスまあ物理術耐性も低下ができるということになりますので、まあ、小松姫と同様の感じで使えるんじゃないかなと思いますので、まあ、デメリットがある分ですねダメージ期待できるんじゃないかなと思います。なので早速ですねダメージ検証の方やっていきたいと思います。今回はスピーディーにいきます。検証の方はですね天下武器大会の鬼のごとくでやっていきたいと思います。そして知力の方がですね、まあ、信頼度レベル20で2893ですね、こちらでやっていきたいと思います。行動設定の方はこちらになります。まあ陰陽道になりますので、まあ、相手の気合が減ればダメージアップしたりとかですね、相手の術攻撃を半減できたりとか、まあ、何かと陰陽度は強いですね。まあ、ちょっとここダブってるかもしれないですけど、まあまあたまにバグで強くなったりしますんでね、まあ、このような形になっております。それではやっていきたいと思います。まあ、今週イベントのですね対象の武田信玄でちょっとやっていきたいと思います。開幕ウエイトの王なんですけど、車係の陣、まあ、緑三角ありでウエイト1です。いいですね、過信上乱でも使えそうですね。もう信玄の前行きますね。さあ、あの知力がですね2893の素のダメージ見ていきたいと思います。さあ、ダメージの方がですね単体に6万、そして全体がまあ3万前後ですかね。
まあこれですね、まだ信頼度レベル20で偽人席とかつけてない状態で、まあ、全体3万前後っていうのはかなり強いですね。まあ、単体ももちろん6万って普通の今まで出てきてる英傑より強いんじゃないかなと思います。そして耐性低下の方がですね、物理耐性 25% になってますけど、これ技能で 5% 増えてますので、まあ、一発で 20% 下げれるという形でございます。一応2発目も見ておきたいと思います。まあ、術耐性 20% つけばですね、もう7万と3万6000になりますね。そして一発で 20% なので、まあ、40% になってますね。そして3発打って、まあ、最大が 50% ですね。物理術耐性のは最大で 50% つけれるという形でございます。続きましてですね、ちょっと分かりやすいようにですね、ダメージの比較見てみたいと思います。まあ小松姫と比べてみたいと思います。小松姫が知力3068ですね。この状態で術打ってですね、石田三成の方がですね、まあ、知力が2893。もうこの時点で、まあ、石田三成の方が知力低いですけど、まあ、ダメージの方見ていきたいと思います。あとですね、先ほど術を打った後にですね、自身の生命力減少を見るのを忘れてましたので、こちらもついでに見ていきたいと思います。まあもう知力70低い状態でもですね、まあ超えそうですけどね。まあ、単体に6万全体に3万なんですけど、自身の生命減少が5100ということで、こちらはですね、最大生命の 15% 減少という形でございます。もうずっと5100ずつ減っていくって形になります。さあ耐性がついたので、小松姫のがちょっとダメージ出そうですけど、ちょっと見ていきたいと思います。あ、単体に6万3000、そして全体が2万2000なので、やはり石田三成、やっぱ全体の方のダメージがかなり違いますね。まあ、小松姫、まあ2万8000全体、まあ、石田三成の方が、まあ、単体もやや石田三成の方が出ますね。そしてもう全体4万出てますので、そしてまあ知力が今70低い状態でこのダメージなので、まあこの石田三成、まあ、ちょっと生命は 15% ずつ減っていきますけど、まあ、ダメージに関してはですね、まあ、小松姫のジョイ版と言っていいんじゃないでしょうか。続きましてですね、まあ、生命が 50% を切るとダメージ増というのがありますので、まあ、石田三成の生命がですね、半分切ったら、まあ、どれぐらいダメージが強くなるのかというのもですね、見ておきたいと思います。まあ、休止戦法でですね、ちょっと生命減らします。ちょっとここカットです。さあ石田三成の生命が 50% を切りました。もう1ですね。さあ素のダメージがですね、単体に6万全体に3万でしたけど、ダメージどこまで上がりますかね。あ、倍ですね。単体に12万全体に6万ということで、この石田三成生命 50% 切るとですね、ダメージが倍になるという形でございました。これかなり強いですね。いや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 、こんだけ強いのはおかしいぞと、なんか裏がありそうだなということで、次はですね、ダメージの伸び率見てみたいと思います。まあ、流派の方でですね 60%、 そしてドキンの知力が5000なのでですね、まあ、5000の 60%、 まあ知力を3000伸ばした時にですね、まあ、ダメージがどれぐらい伸びるかというのをですね、見ていきたいと思います。まあ、これが分かるとですね、知力1につきダメージどれぐらい上がったかというのが分かると思います。まあ大体こんだけ強いとですね、まあ、ダメージの伸び率が低かったみたいなオチはやめてほしいですけどね。さあ軍学の流派で60%、 知力3000伸ばして知力5893のダメージ見ていきたいと思います。さあダメージの方がですね、単体がですね96941、そして全体の方がですね、まあ、4万5000もありますけど、まあ大体4万8000前後、まあ4万8000でもいいんじゃないかなと思います。なので、まあ単体に9万6000、全体が4万8000という形でございました。
ということでですね、ここからはですね、ドキドキン算数のお時間でございます。まずは単体のダメージの方から見ていきたいと思います。まあ、知力3000上げた場合がですね、ダメージ9万6000でしたね。そして、素のダメージが6万ということなので、まあ、それ引き算すると3万6000、まあ、知力3000上げると3万6000ダメージが伸びたということですね。その伸びた3万6000をですね、上げた知力3000で割り算するとですね、12という数値が出てきます。そして全体の方がですね、まあ、知力3000上げたダメージがですね4万8000、そして素のダメージが3万ということなので、引き算するとですね、まあ、1万8000、まあ、知力3000伸ばすと1万8000ダメージが伸びたと。その上がった1万8000をですね、上げた知力3000で割り算するとですね、6という数字が出てきました。なのでこの石田三成はですね、まあ、単体に関しましては知力1につきですね12ダメアップと、そして全体に関しましてはですね、知力1につきですね6ダメアップということになりましたので、こちらはですね、小松姫、竹中半兵衛、まあ、最近出てる術アタッカー同様のですね伸び率という形になりました。安心してください、伸びてますよ。続きましてですね、この石田三成、まあ、知性ですね、師匠、まあ、風属性も上げるとですね、それを消費して、まあ、ダメージアップということになりますので、まあ、今度はですね、師匠風属性、まあ、どれぐらいダメージが伸びるのかというのをですね、見ていきたいと思います。まあ、キャラクターで歌舞伎を持ってないんでですね、ちょっとちまちまですね風属性上げていきたいと思います。前田刑事で、どれぐらい上がるかな。あ、4分の1上がってないな、5分の1、6分の1ぐらい上がってる。3体で上げていきますんでね、松永でも上げていきます。あら、松永で上がってないな。前田刑事で、上げて、出雲の国で上げて、松永で上げ、上がらないなあれ。あ、松永バグか。松永は風属性上がらないかもしれないな、おかしいな。さあ、あの風属性右ですね、右のマークが満帆になりました。さあ、素のダメージがですね、6万なので、まあ、これ単体、まあ、あの1体なんで単体で、まあ、6万がどれぐらいダメージが出るかというのをですね、見ていただきたいなと思います。さあ、ダメージの方がですね結構上がるな。256,546ということで、これ黄色三角つけてないですからね。まあ属性、まあ風属性上げると満帆まで上げるとかなりダメージ上がるなという印象でございます。なのでまあちょっと英傑たちでですね、風属性って一気に上げれないんですけど、まあ、キャラクターのですね、まあ、歌舞伎のお持ちの方はですね、まあ、流派で一発で満帆まで上げれますので、これキャラクターで歌舞伎持ってるとかなり強くなりますね。まあ英傑たちで上げるとなるとそんなに現実的ではないですけど、じゃ続きましてちょっとあの風属性半分ぐらいのダメージも見ておきたいと思います。これ半分よりちょっといったぐらいかな、半分ぐらいですね。まあ、耐性ついてますけど、それでも18万2000出てますね。まあ、6万から18万なんで、半分でも、うん、まあ12万アップ。そして満帆まで行くと、まあ19万。まあ、20万ぐらいダメージ上げれるということなので、かなり強くなる印象でございました。なのでですね、まあせっかくなので、まあ最大ダメージ見ておきたいと思います。まあ、風属性もマックスにして、そして黄色三角ですね、知力の方もキャップまで上げた状態でですね、まあ、信頼度レベル20の知力2893ですね、まあ、擬人石もつけてないので、まあ、知力3000届かない、まあ、石田三成で、まあ、最大ダメージどれぐらい出るのかというのをですね、見ていきたいと思います。黄色三角はですね、もうルシアでつけて、まあ、白三角でプラス5万もつきますけど、まあ、最大ダメージ見ておきたいと思います。さあ、あともう少しですね。これやっぱキャラクターの歌舞伎を持ってるとかなりいいかもしれないですね。流派で一発で上げた方がいいですもんね。さあ、ここからですね、まあ、軍学の流派。
そしてルシアの黄色三角、白三角もつけてですね。さあこれで2回目、もう1回とか3回目、どれぐらいダメージ出るでしょうね。まあ、素で25万出てたんで倍ぐらい出そうですけどね。さあもう一発しておきます。さあこれで黄色三角もキャップまで上げて、まあ、風属性もマックスの状態のダメージ見ておきたいと思います。さあどうでしょう、ダメージの方がですねすごい出るな、631,993ということでですね、これ能楽の獅子あるとさらに 1.3 倍出ますので、もう軽く80万オーバーですね。そしてこれ知力8000ないですからね、心霊度レベル20の知力2893でこれだけのダメージが出せますので、これやべえっすね、かなり強いんじゃないかなと思います。続きましてですね、もう楽しくなってきましたんで一つネタを、もう外明るいですけど、演武のですね特化にですね、まあ、玉三で爛漫の舞、まあ、玉三のやつですね、こちらですね、一定時間支障を現在の値に固定する、これ使ったら風属性消費しないんじゃないか説あると思いますので、ちょっとこれ使ってみてですね、ずっとダメージ出せるんじゃないかなと思いますので、ちょっとこちらもやってみたいなと思います。なのでまた風属性をですねちまちま上げていきたいと思います。これやりだすとですね、本当キャラクターで歌舞伎作りたくなりますね。まあ、この辺はちょっとカットします。弾も貯めておきます。さあ風属性はマックスになりました。ここから黄色三角でキャップまでつけたいと思います。軍楽の流派、そしてルシアですね、そして松中で、まあ弾を入れて、ちょっと下がるかもしれないからもう一回入れて、ちょっと待機しないと。ルシアで2回目をつけて、そしてこちらですね、爛漫の舞って言っていいんですかね、玉3を使って、支障、まあ、風属性を固定させます。そしてルシアでもう1回入れて、さあ石田三成打ってこいと。で右側のですね、風属性のマークが戻らなければこれ結構まあ使えないことはないですよね。ああ戻らない、ずっと打てる。これもまあちょっとネタにはなりますけど、まあキャラクターで歌舞伎がいればですね、マックス上げて、まあ玉3ある時に、まあ、石田三成が少しだけ待機させておいて、で固定させたらもうずっとこのダメージ出ますからね、かなり強いんじゃないかなと思います。それではラストにですね、今もののふ討伐録のイベントで天下武技大会来てると思うんですけど、まあ、神のごとき強さですよね。こちらをですね、この石田三成がいればですね、まあ、倒せるんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。まあ、メンバーはルシア入れて、まあ、英傑の石田三成ですね、まあ、知力が2893だからダメージが出るかわからないですけど、まあ、神のごときはですね、知力8000あっても属性低いとダメージが出ないとかですね、まあ、知力6000とか、まあ、7000ぐらいでもですね、まあ、倒しきれないということがあるとは思うんですけど、まあ、今回はですね、この松永で属性も上げつつ、まあ、休止戦法で石田三成の生命を50倍以下にするとダメージ出ると思いますので、まあ、どれぐらいダメージが出るかっていうのをですね、見ていただきたいなと思います。倒せるかどうかちょっとわからないですけど、やってみたいと思います。まあ、コツとしてはですね、石田三成の生命を50倍以下にしてダメージを倍にするっていうのがコツなんじゃないかなと思います。まあ、細川藤田はですね、知力8000ありますので、ただまあ8000一体いてもですね、神のごときはですね倒しきれないですね、休止じゃ。まあ、獅子ありで8000が3体ぐらいいればいけると思うんですけど、ちょっとルシアの前に細川出ちゃったな。さあ石田三成ですね、まあ単体にまあどうですかこれ
まあ生命半分切ってからの勝負なんで。で松永でですね、まあ、風属性も徐々に上げるっていうのを使っておきます。まあ、毎回ちょっとずつ上がっていくと思いますので。さあここは休止ですね。そして、信玄を動かして信玄の裏にですね4秒馬、まあ、準備馬を入れておくとですね、まあ、敵がまあキャンセル入りますので、まあ、これでまあ足りるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと知力8000の細川がですねルシアの前に入っちゃったんで、まあでもこれでも倒せたらいいですよね。ちょっとダメージ出にくくなってるんですけど、まあ、全体に11番から14番ぐらい、これきついかもしれない。さあ石田三成の方が、あ、全体に20万出せる、強いぞ石田三成、神のごときでこのダメージは強いですよ。さあ信玄でしびれさせて裏に4秒馬ですね。そして松永でもちょっと打っときます。松永であれぐらいですからね。でこちらが細川が知力8000なんで、まあ、20万届かないぐらいなんですけど、この知力2893、まあ、生命が 50% 切ると倍になるので、全体に強いな石田三成やっぱり。あ、石田三成いるとですね、神のごときも休止戦法でこれノックいけそうですね。倒せたという形でございました。ということでいかがだったでしょうか。今回のですねこの石田三成総評をいたしますとですね、コスト7の金枠陰陽道になります。まあ陰陽道っていうのがいいですよね。相手の気合が減ってればさらにダメージ伸びますし、もちろん相手の術攻撃もダメージ半減にできるということになりますので、まあ、陰陽道いいですよね。そして信頼度レベル20の状態、まあ、知力が2893の状態でですね、ダメージの方が、まあ、素で単体に6万、全体に3万ぐらい出せるんじゃないかなと思います。もちろんですね、戦闘後黄色三角でダメージ上がります。その伸び率がですね、知力1につき単体が12、全体が6ダメージアップということで、こちらの伸び率はですね、小松姫とか竹中半兵衛とか、まあ、最近の術アタッカーと同じ伸び率という形でございます。ただ術を打つたんびにですね、まあ、生命減少、まあ、最大生命の 15% ずつ生命が減っていくという形になりますので、まあ、15%、まあ、今3万4000で5100ずつぐらいだったので、まあ、回復がいれば間に合うかなと。まあ、長期戦になって回復いないとまずいですけどね。まあ、ここだけがちょっとデメリットですね。あとはですね、物理耐性、術耐性は相手に 20%、最大 50% つけれると。そしてこれがでかいですよね。生命 50% 以下でダメージ倍です。これ強いですね。そして師匠風属性消費はですね、かなり強力でしたね。強力です。かなりダメージ伸びてました。あとはですね、開幕ウェイトですね、車がかりの陣緑三角あるとウェイト1で発射できるということになりますので、まあ、過信上乱でも使えるんじゃないかなと思います。そして過信当連育成技能の方はですね、知力よりですねちょい魅力もついてますということなので、まあ、過信当連育成技能でも知力として使えるんじゃないかなと思います。まあ、あの文句のつけどころがないと、まあ、生命減少だけがちょっと文句つけどころありますけど、まあ、これがあるからこの強さなのかなという感じがあるんですけど、まあ、ちょっと術アタッカーがですねワンランク、まあ、強くなりましたね。まあ、インフレしたといえばそれまでなんですけど、かなり術アタッカーとしてですね強いんじゃないかなと思います。まあ、神のごときでですね、まあ、ちょっと倒しきれないという方がいらっしゃったらですね、この石田三成がいれば、あの休止戦法でですね、かなりダメージ出せますので、まあ、簡単に結構ノックできるんじゃないかなと。これ知力2893であのダメージでしたので、まあ、家臣でですね、まあ、知力5000とか6000でも作れればですね、さらにダメージ伸びますので、かなり強いんじゃないかなと思います。なので、まあ、今回のですね、ゴールデンウィーク福袋の中に入っています、この石田三成ですね、まあ、ガチャと違ってですね、まあ、福袋は買えば必ず1体取れますので、まあ、どうですかね、まあ、光栄の回しもんじゃないですけど、まあ、これはですね、買っておいても
損はしないんじゃないかなと。まあ、神のごときとかですね、まあ、今知力8000でもまあ倒しきれないというのがあるんですけど、この石田三成はですね、まあ、生命はダメージ倍なので、しかもダメージ出せますので、しかもまあキャラクターで歌舞伎のお持ちの方はですね、まあ、いろいろ楽しみですよ。まあ、属性も上げたりするとダメージ伸びますし、流派でですね一発で上げたりとかすると面白いんじゃないかなと思いますので、まあドキン的にはですねかなりの好印象でございました。ということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。今回ゴールデンウィーク福袋の中に入っています新鋭傑石田三成のですねダメージ検証でございました。まあ、ちょっと長くなりましたけど、できるだけでもですね皆さんに分かりやすく動画の方を作ってまいろうと頑張っておりますので、まあ、この動画がですね少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキン。外がもう明るい。